こんにちは。体調はどうですか？悪いですね。季節の変わり目の鬱。いや、人間不信ですね。不信です。あ、不審者じゃないからね。不審です。仕事何時から？ 8 時からです。はい、佐々木蘭に見えてきた EV さん。イケメン。イケメン僕。それは本物には勝てないんだけどさ。いけっかな。イケメンに見えてきた。いや、もうそんなことないっすよ。はい、チャンミンさん、こんにちは。体調大丈夫？はい、なんとかですね。はい、なんとかです。不審者。いやー、申し訳ない。おかげさまで、いろんな方からね、誘っていただいてね、ただちょっとね、何回も言ってるんだけど、僕、今月忙しいから、夜の11時以降だったら、そっから朝だったらいいんだけど、ちょっと申し訳ない。今月は外せないから。まあ、来月になったらまた変わるんだけどね。まあ、おかげさまでありがとうございますね。皆様ね。お誘いいただいて。はい。ありがとう。誘われなくなったら終わりやからね。人引いたんか。でも、人引いたのだったら捕まってるよね。大丈夫ですか？よ、エンテー。何の誘い？これから会いませんかって誘いだよ。お前今月お前何人から誘われてんだよ。男女含めて。女性だけで何人だと思ってんだよ。今月。名前言わねえけど。配信者でな。なんでこのタイミングで、ね、女性配信者4人が、ね、僕に、ね、誘ってくるわけ？ね。だってやらしてくんないじゃん。やらしてくれんの？やらしてくれるの？その女性4人さん。名前言わないけど。やらしてくれるの？ 4 人だよ、女性配信者だよ、お前。お前、シュシュンだよ、シュン。まさにシュンだよ、お前。もちろんね、女性だけではないよ。男性の方もね。ありがとうございます。たまには休ましてよ。もう、俺視聴者規制解除されてから1ヶ月さ、ぶっ通しなんだけど、配信つけずにな。配信つけずにだよ。ぶっ通しだ、断ったよ、だから。マジ忙しいんだって。元気出してよ、家臣くん。誘われてうちが花だよ。そうですね。かわいい子言ってたから、ね。あんたらのね、モテない男と違うんだよ。やれなくても、ね。何かあった時に呼ばれるの。ただそれだけ。呼びやすいよね、手軽な感じ。でもキャリーさんと付き合う予定でしょ？まだ。一人くらい言えるだろう。言えません。
ファンタスティック、ファンタスティックやったら、まあ、暴露しちゃうわ、お前。もらえねえんだから、どうせ。うん。うん。あ、キャリーちゃん、体調大丈夫？ごめんね。うん。キャリーちゃんは俺のことなんか誘ってくんないけどね、一回もね。全然誘ってくんないけどね、キャリーちゃんは俺のことね。誘ってくんないよね。誘ってくんないよね。誘ってくんないよね。僕のこと誘ってくんないよね。カシンくん、一緒に配信しようとか、ないよね、一回もね。一回もないよね。ピーボーピーボーうるせえや。一回もないよね。いやでもキャリーさんでも意外に口固いよ、いろいろね。うん。今日キャリーちゃんは何？イベラス？でも明日からもイベント出るっしょ？うん。俺明日から10日間イベント。10日ひたすらアイテムを集めるよ、無料アイテムを。10日明日から。10日何しようね。明日から10日。うん。アホやん。10日間長いね。そう、チャンミンさん。明日からのまだエントリーしてない。あ、そうなの。いや、でもね、もう出れるようになったら、もうどんどん出るって感じだよね、キャリーちゃんね。え、なに、キャリーちゃん何、俺何、LINE さ、ちょっと遅れなくて、ちょっとあれだったの？なんか心配してくれたの？どうなの？キャリーちゃん。いや、心配だったの。ありがとうね。10日間のイベントなんてねえぞ。いや、あの月間見てください。明日からの DJ なんとかと、あともう一個あるんだよ。前半後半って。うん。お金ないもん。心配だった。ありがとうね、こんな雑魚をね、相手してくれてね。うん。もう出会って1年だね。今年の中旬で。今月の中旬で、君と出会って1年経つね。あの頃君は自然キャラだ。あれから1年なんちゅうことや。あれから一年、なんちゅうことや。うんうん。個人的な話でした。単純な男やな。相変わらずイケメンやな。あ、加工です。はい。うん。メンヘラだけど、誰が？俺が？うん、僕メンヘラやけどな。うん。気持ち悪い配信だな。じゃあ気持ち悪い配信だなって言うんだったら別にいいよ、別に君。うん。わざわざ別にいいよ、あなた。うん。うん。どうでもいいわ。うん。うん、申し訳ないけど、うん。うん。こんにちは、体調どう？うん、ぼちぼちです。うん。今日は面食りだった。うん。ちゃんとね、保険証を出して、ね、お金を払ってきました。はい。うん。保険証を出して、お金を払ってきました。はい。保険証を出して、お金を払ってきました。はい。うん。インフルも流行ってきてるから、気をつけてね。あ、そうなの？さっきリンちゃん呼んでたよ。あ、そうなの？何？TikTok？
どうしたの？あ、ふわっち。あ、電話。でもさ、なんでやれなの？このタイミングなのって思いながらさ、皆さんさ。雨上がりの、てか昨日寒かったじゃん。で、その寒い日のこの暑い時ってね、次の日ね、何かやらかしちゃうからね、おっかないんすよ。で僕、こっから寝なきゃいけないから。あとで連絡してみて。でもなんでさ、俺本当思うんだよね。今月だけでさ、4人さ、いろんな人誘ってくれてさ、なんでさ、あれなの？だってさ、だってそんな僕そんなあれだって今日、だって俺お風呂も入ってないよ今日。そんな状態じゃ厳しいって。はい、いちごミルクさん、ありがとう。いわゆる動物園みたいなもんだって、あと連絡してみて。まあこれが皆さんね、コーチなんとかっていうね、まあ、こんな感じだよ。もう寝る。はい、いちごみにくさん、いいね、ありがとう。はあ、この感じか。もういいや、もう僕も閲覧は。なんかね、もう自然にね、話をしたい。もうゆっくりね、もう自分のペースでいいよ。ただもう今年もあともう2ヶ月半だよ。気づけば。自然体の家臣くんいい、ちゃんみんさんね。ちょっとコメント同士で喧嘩しないの。あんたら子供か。俺はもう37のおじさんですけど、今年ね。いやだやだ。おっさん、やだやだ。もし、イブリーカッコの新作炙りぼっこが出た場合、どんな味だと思いますか？精子。イカ。正解？42号くん。精子。精子。何をやってんのこれ一体。
それ35号とね、36号が何喧嘩してんの？なんで？いやでも一応予告しときますよ。本当にこの一週間気をつけた方がいいよ。大体炎上するときって、天気が暑くなってくるときだから。もう俺はもう分かってるから。またね、やらかしちゃう可能性があるから。だからこそ俺はもう分かっている。この過ごし方を。もう平和に行きたいね、この一週間。ふう。こう米するんだよ、うちの議論。36号さん、さようなら。まともな格好いいなら、ファンタとかで黙らせるから、35にはできんとか言って。うるせえよ、どっちもどっちだよ、お前。36号も35号も、お前。ファンタなんか飛んだことねえんだからよ、お前。何言ってんやん、マジ。お前36号、お前。何言ってんやん、あんた。どうしよう、明日。まあ、でもいいやん、でも。別に普通でいいよ、もう。普通の雑談。まあ、いいよ。普通の平和。普通の平和配信。普通の誰も傷つかない配信、いや体調は悪いよ、悪いけど、まあ、仕方ないよなって思いながら、でもまあ本当にいろいろな方からね、お誘いしていただいてありがとうございます。今答えられません。はい。すいません。ちょっといろいろと夜まで予定があるんだよ。これ本当だからね、これ。マジで。これ何回もいつも言ってんだけど、アプリで見てるんだって今の状況を。それでちょっとまた用事があるんだって、体調悪い、また追い込みかけられてんの、いや別に追い込みも何も別に、まあそうだね、無理しないようにね、いろいろとあると思うから、いやだからさ、もうだから嫌な予感しかしないんだって、まあ困った時の、まあ、過信っていう感じで、まあただ今じゃないんだ、俺の嫌な予感当たる当たる、今じゃない、そんな米いらんし、さよならとか休みにするのはかなり高い率で潜っている。強いね、36億円あんた。まともなリスナーを黙って落ちる。どうしたの、ちょっと。あまりやばいことに首突っ込まない方がいいよ。いや、それは確かに、それは確かに、確かに、確かに。それはね。そういうの分かるからこそね。今じゃないんだよ、
もうね、もう同じでもミスはしたくないからさ、こういう時でも危ないからね。めんどくさいことに首突っ込まないが一番。まあ、首を突っ込んじゃうのが俺なんだけどね。はい、ランちゃん、KP、ありがとう。キャリーちゃんとなんかあったの？全然誘ってくんない。高畑玲子が住み着いてませんか？いや、住んでないっすね。至って一人ですけど。悪い予感。大体天気からして、あれだから、今25度ぐらいあんじゃん。で、1週間ぐらい暑いみたいだから、大体暑い時に炎上するから、もう俺はそれをちゃんとね、分かっているから、だから俺は平和に行こうかなっていうところで、思いますね。ただやっぱあれだね、毎日ちゃんとあれだね、お風呂入った方がいいね。いつ誘いが来るか分かんないね。たとえ騙されてやったことでも、さらに人から恨み事合うから。洗濯屋さん、ケンちゃんさん、何この人、初コメさん、配信者の方、金バッジ、どうも、カマキリです。家賃を払わないといけないんで、今月無料だけでもいいから集めるんですよ。はい、テーマ無料アイテム、空き缶回収。いや、だけど僕は最終日まで運転できるんだよね。あ、最終日だけ運転できないんだよね。こっから10日間。ギリギリですよ。キャリーちゃんのこと諦めたの？いや、諦めるのも何も、今はまだ恋愛とかじゃないから。今はまだ恋愛とかじゃないからね。免停何日？もうその知ってんじゃん、そんな。大丈夫。掃除完了しましたよ。もうこの棒読み感がダメなんで、まずね。出頭で、それも別にいいじゃん、別に知ってる人だけ知ってるんだから。
いやでも皆さんでも本当にあれだね、俺から免許を取ったら何がある？何も重要なくない？何もないよね、重要ね。シルバーの落ちたんか。そうですね。はい。需要ないよね。ないねってさ、あのさ、はっきりと言うね。ないねって。はっきり言うね。うん。普通そこに、いや、需要あるって言ってくんない？そこさ、言ってくんない？なんか。需要あるよ。そんなことないよ。ひどいね。あるきっとなんかあるんだからね。誘ってくれる人が4人くらいいたんだけど、もうそれに応えられない虚しさってわかるかな。もう次誘われるかわかんないじゃん。だけどちゃんと断る勇気ね、断る勇気です。プロレス界も歌詞も低迷中だな。そうだね。まあいいよ別に、僕は別に。十分じゃん。閲覧これだけ来てくれれば別にいいじゃん。十分じゃん。十分。だからね、俺はね、だからね、どういう配信になるのかなって言った時に、俺はね、閲覧30人前後をね、行き来しながら、ね、それでもなんかその、何、ある程度収入が得れるっていう感じの配信者に俺はなるよ。俺はね、三流配信者としてね。いいじゃん別にそれで。なんか文句あんの？別にいいじゃん。いいよそこで地道にやるから。もう十分、もう今年もいい思いしたじゃんってね。地道にいいよ地道に。で、重流じゃ、そういうことになったら、カマキリライバー事務所作るべきか。まあ、なんかもうダメだ。もう一番つまんない配信になってる、これ。まあ、いやいや。重流。重流配信者、なんか面白いことないかな。まあ、てかもう今になってさ、やっぱり行けばよかったってなるんだよね。何後悔？車はまだ運転できます？ずっと家にいても息が詰まるよねって。俺ずっと家にいたことあるか？59号くん。
俺今しかいないでしょ。うん。うん。なんかあったの？いろいろな人から誘われます。うん。嬉しいことに。だけど、行けないの。うん。この今の僕のこの体調で。うん。行けないんだよ。ふわっち、あまり来てないから、君は TikTok の人かな？なんかもう嫌だな、ポンコのタヌキも。もうこのコメントだけでなんか吐き気するんだけど。コメントだけでなんか吐き気するんだけど。いやだから本気だって、うん。家臣カットいくら？え、0円。これキャリーちゃんに聞いてもらった。だったらタクマから奪えなよって、タクマさんから奪えっこないじゃん。だって僕だってルームシェアしてんだから。これが一人暮らしだったらいいよ。ちゃうもん。あんたらさ、なんかさ、なんか股貸しがどうとかとかっていう人もいなくなったね。なんか不正受給っていう人もいなくなったね。あの二人いいよね。いや、自然ですよね。うん、てかなんかキャリーちゃん変わったよね。なんか、落ち着いたよね。うん。あれぞ、たくまさんの力か。さすがモテる男。TikTok のふざけたアカウント01にフォローされました。つって。うん。01さん？ 01 社長？ 01 社長今日配信してたんでしょ？僕寝てたから見れなかったし、見たかったなぁ。見たかったぁ。みんな飽きてきた。まあ飽きたんじゃない？ねえ、ちょっとやめてくれる？ 56 号くん、なんかそういう波動、怖いよ。うん、ブロックするよ。72号くん、何それ一体？うん、証拠あんの？うん。令状持ってきな？うん。証拠あんですか？
72号くん。証拠あんの？本当にすまんかったと。お前、佐々木健介じゃねえんだからよ、お前。存在が証拠だろ。だからなんだよ、お前、だから。72号。もうガタガタ、お前、メンヘラの男たちがいっぱいいんな。あ？ヘラってんな。69号、お前、見ればわかんだろ、お前。いろんな人から誘われてるけど、感謝だけど、体調が悪くていけねえって言ってんだよ、だからよ。申し訳ねえって。ちるせえな。次は何編ですかとか、だから何編、何編、何編って、あんたらに言うことないじゃん、別に。いや、仮病なわけないじゃん。赤羽？何赤羽って近いけど。今来ただけど話がよくわからんのよ。だからそのいつもの話だよ、69号君に見て。何もねえよ。俺、うんこ配信者ちゃう。俺がうんこ。今来たぜとかじゃなくよ。何もないです。展開系じゃないから。なんで配信しようと思えたんですか？暇つぶし。いけない？暇つぶしで。いけないの？何年目ですか？10年目です。かわいい。お前じゃねえよ、お前。嘘に決まってんだろ、お前。チゲ鍋？一時期、あれだね。好きな人とよく食べてたね。キャリーちゃん心配してたけど、見に来たんだけどね。落ち着いてください。ありがとうございます。キャリーちゃんリスナーだ、お前。キャリーちゃんか。さっきコメントしてくれたよ。体調大丈夫って。これからもふわっちに帰省していくの？いや、別に長くやるつもりはないですけど、多分ね。熱測ってみて、体温計ありません。あ、ダンスって、やっちょさん？病院へ行きましたか？いや、行ってません。ロキソニン飲みました。うつ病再発。うつ病再発です。はい。起き上がれないんです。だから、体調悪かったら、体調悪いから配信してんじゃん、今。あなたたちの、ね、日常を今表現しているんでしょ？身をもって。あなたたちもこの時間そうでしょ？こうやって、ね、狭い空間の中で、携帯いじってるんでしょ？寝ながら。違うの？そうでしょ？
家が大好きなんでしょ？そうだろ？家が大好きだからこうやって家でこうやって配信してんだろ？なあ。そうだろ？ちゃいますか？まあだけど、まあ、免停がね、終わったらね、てかまだ免停までまだ時間あるんでね、うん、免停が終わったらね、免停が終わるまでは僕は運転手つけますから。うん、僕、運転手いるから。うん、運転手の運転手。うん、運転手の運転手いるから。10年で何か得られましたか？配信で。うん、暇つぶしになるよ。うん。こうやって一人で、なあ、ビーチクカーチクやってる中でな。うん。うん。ただね、もうね、ただほんと誘ってくれる方ね、ほんとね、申し訳ないんだけどね、なんで今日なの？うん、なんで今日の金曜日なの？なんで今日なの？ね。なんで今日なの？車普段使うと車運転できないときついね。いや大丈夫です。運転手いるんで。はい。あ、グロー復活。紙タバコとグロー。うん。仕事は土日休み？あ、カズマさんお疲れ様です。うん、今日は懐かしい方から不在着信がありました。懐かしい方から不在着信がありました。なんで今日ねえ、お前。なんで今日？今日ミーティングあります。うん、毎日ミーティングあるんだって。月曜日は休み。うん、これ結構ぶっちゃけ言うけどさ、アイテムだけ考えると、ね、これ一人で配信してた方が、無難にまだマシです。マジで。ぶっちゃけ。ね、カズマさん。うん。佐々木蘭。だから蘭ちゃんもだから誘ってくれたよね。なんでだよ。なんで忘れた頃に歌詞になんだよ。カズマさん、俺明日からひたすら無料アイテム集めるから、明日から10日間、なんかいい方法ないかな。ランちゃん悲しがってるよ。何が？だってフェイフェイいるじゃん。ミジアン先生いるじゃん、別に。なんで今更俺なの？こうなったら先生に絡むかって何？先生って何？北海道の先生ですか？カズマさん。北海道。いや、ちょっと今月は無理っすね。まだ隠れキャラがいるの？あ、そうなんだ。なんだよ、ほら、もう。はい。は
チン勝負しよう。あのさ、ちょっと一ついい？あのこれで俺さ、負けたからってコラボなしとかもあるよ。ベコベコにしてやってってカズマさんが言ってるよ。カズマさん、さっきさ、一回カチン今暇かどうか確認しようと思ったらさ、そっちいたのにさ、敵だった意外と。なんかさ、今日漏れてないカチン。いや、今日美顔つけてるからね。あー、うん、はい、そうなよ。相手プラチナプラスイベラスです。お願いします。皆さん、ちょっとカチンカチン嫌だなって思ってる人、7月バンスリーえげつないほどすごかった人。いやー、でも今月はマジでダメだから、皆さんカチンをバチンバチンにしよう。バチンバチンに。でもさ、なんかさ、今さ、自慢してた、いろんな人から誘われてるとか言って、いや、ほんとそうだよ。え、ありがとう。いや、ほんとだって、ランちゃんさん、皆さん、バックフェス増豚、何かある方いたらお願いします。最初なぎといたかわいそうやから。あれ、ちょ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 、コズさんありがとう。皆さんお願いします。カチンなんか今モテるみたいで勘違いしちゃってるから、ちょっと、いや、それ勘違いじゃないんですよ。いや、それ言って誰からか、ありがとう。いや、それは言えない。それは、え、なんか誰かがカチンとデートしようかなみたいなこと確かに言ってた気がするね。あ、ありがとう。それはキャリーちゃんじゃなくて、キャリーちゃんじゃなくて、え、誰だっけ、誰、え、誰だっけ。あ、ありがとうございます。じゃ、かわいい、ありがとう。カシリスです。むーちゃみバブルブル、ありがとう。乗ってるのでボコボコにしてあげてください。カシリスさんから。ね、むーちゃみさんとね、心霊行くんで、心霊。え、でもさ、免停30日でしょ、どうすんのと思って。あ、でも月末には解除されるから。あ、そうなんだ。月末っていうか、そうだね、うん、そうだね。なんでそういうことになったの。いや、まあいろいろ日頃の行いの悪さ。え、あの、日頃の行いの悪さですね。改心したんじゃなくて、皆さんちょっと無料アイテムお願いします。お願いします。プラチナプラスだぞ、この家臣がアホやから、何してんやん、何してんねん、どっちだ。これおそらくこれ500ラインなんで、500から500から1000来るから、多分相手から。もうよかったら500お願いします。誰かフェス5個ぐらい助けてほしいな。ちょっとちょっと、僕って、てかさ、むーちゃみさんのさ、その家さ、奥歯に見たの初めてなんだけど。あ、ほんと。あ、ここあの部屋じゃなくてリビングだから。 ありがとうございます。え、てか、え、差し支えなければなんですけど、一人暮らし。え、一人暮らしだよ。誰もいないやろ。絶対多分入るには多分相当大変だろうね。うん、家臣特定とかしてくるから気をつけて。いやだから、そのあの集まるとき、合流するとき、うんうんうん、あの本当に、そうそうそう、本当にあのね、最寄り駅じゃなくていいから。で、後ろが家臣の車がついてきてないか、5秒に1回振り向けばいいでしょ。そうだね、うん、あの、そう、あの、絶対ね、うん、あれ特定しちゃうから、そのうちね、うん、あの、空いてる部屋に二重生活で住み着いてる可能性あるからね。怖い、家臣の配信してる声がどっかから聞こえてくる。怖すぎ。ね、でさ、うん、だってこんなだって むーちゃみさんからさ、こうやって誘ってもらえるなんて俺嬉しいことやんだって。え、だっていっぱい誘われてるんでしょ。何人から誘われてるんですか。え、むーちゃみさん入れたら5人。え、やば。そもそもかカチンがコラボしようって言ってきたんじゃん。いや、違う。え、ああ、むーちゃみさんの場合、うん、あ、俺が誘ったね。バトルはね、あ、バトルでね、あれ、そうそう、まぐれで勝ったんだけどね。そんなことないよ、そんなことない。カチンには力がある。やばい、これいける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 い
ください、フェスください、フェスください。なんで勝ちに負けんの？違う、多分違うよ。多分こっから多分12時前に多分爆投げ多分来ると思うんすよ。いやマジで最近来てくんないんだよね。ほんとムカつくわ。みんな私のこと捨てたのかな。勝ちがどんどんモテていく代わりに私がどんどんモテていかなくなるシステムなのかな。いやだけどあのですよ、僕と何もなくてもモテますよ。ありがとう。うん、あの顔見てみ、銅像みたいになってるのに。あでもなんか私7000ぐらいして昨日から初めて負けた、うん、一番低い、悲しい。いやごめんね、弱すぎちゃって。カチ、向こうは顔芸のプロ。あ、これ顔芸してたの？してないよ。なんか口の動きが確かに怪しいんだよね。そんなアヒル口いるっていうさ、いるすごい口角上がってるじゃん。そんな人いる？吸い付いてくるからしかしその歯何それ、あの何なんかやってんの、なんかそのあホワイトニングこの間までしてたんだけど、うん、オパールホワイトニングとかいうなんかマウスピースを作って夜寝るときにするやつやりました。結構大変だったけど1ヶ月間でもかなり白さは出たかな。歯並び大事よね。で大事、矯正もしたよ。コロナ禍だったからマスクだから表側矯正がっつりしてましたよ、はい、私最近センブレしてるので女の半身症家臣が癒してて人気です。寺子屋みたいになってる。ありがとう。いやだからね、そうなの、何もないんだけど、うん、あみんなが同情してくれてるの。いやわかんない、なんか癒されるみたいだよ。パンチでカチンの歯を矯正してあげてって。そんなことしてないよね。でも歯結構綺麗じゃない、意外と。いや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 、これ美顔だから。えでも歯並び悪くないよね。いや悪いよ、ほら。私はでも下の歯はあんま自信ない。なんか元々の歯茎の形っていうものがあって、矯正しても限界はあるらしい。いやでもまあね、めちゃめさんでもまあイベラス頑張ってね。ありがとう。なんか上からありがとう。いやいや上からじゃなくて、プラチナプラスさん、僕はだからね、めちゃめさんに感化されたわけじゃないけど、閲覧なんか関係ないよね。ちゃんとね、閲覧は関係ないし、お願いするときは甘えよ、うん、そうだよね、分かった分かった分かった。またぜひ、うん、また連絡しますよね。 OK、 はい、ありがとう。ありがとう、うん、バイバイ。バイバイ。ありがとうね、リスナーさんね。あ、ちょっとおしっこ。
リンちゃん、カズマさん、俺だから路線変更するんだ。でもさ、月に10万だったらなんとかなりますよね、カズマさんさ。どう？まあ、最低8万、最低8万だね。やっぱり電気消したの。さすがにね、家賃払わなくてそれでこの家失っちゃったらまずいからさ、さすがに。節約、ああそれもあるかもね。グロ、いやそうでもないっすね。まあこれだと30分やって寝る、で今日のあの仕事の状況見ながら、最近いろんな枠で歌詞の話題聞いてる、人気やね。いやもうピークは落ちましたよ。だけどもう閲覧気にしてたらもう配信できないからね、毎回それに追われちゃったら。そういう意味ではだからキャリーちゃんっていうのは本当努力、努力だよ努力。いろいろあったと思うけど、まあ皆さんみんな先輩とかもそうだけど、やっぱそうだよ、努力だよ。でも俺からしたらその視聴者規制があるからさ、それ解除されてたからさ、ね、どれだけさ、十分かって十分すぎるよ。二桁いけば。よく書いたらあかん。十分っすね。まあ、てか、まず何も喋ってないし、やっぱ車の中がやっぱりなんか話しやすいね、まだね。なんかこういうなんか暗い時ってなんかあれやん。アンチ消えたね。いやーなんかもういいんだけどね。そのアクティブで大変じゃん。なんかね、いちいち変な音聞いてきたりとかさ、ストレス溜まるだけだから。
まあでもね、そうやってね、いろんな人からね、誘われてるうちがね、花だと思ってるから、うん。ただ一応その僕なりにね、その今月っていうところは、その、まあ先月もそう、今月もね、うん、割かし結構勝負してる方だからさ、プライベートで。うん、昔やったら全然 OK っていうところだけど、まあただ今月だけだから、先月と今月だけだから、うん、また11月になったらまた違うと思うし。ちょっとまあ原点に戻るって感じですね。うん。カマキリ元気。元気やないよね。ああ、ふわっちやめても配信はやめないでよ。うん。いい加減仕事しろよ。仕事します、タイミーで、うん、シェアフルで、うん、家臣の X いつツイートされるんだ。僕はツイートしないっすね、うん、派遣で探せ。あー、派遣ね。なんか10月ってなんかいろんなことあんね。なんかね、ちょっとなんかメンタルやられすぎのやつ多すぎな。なんかしょうもないやつマジ多すぎ。ベルサイユっていうか、ベルサイユさんもう彗星のごとく現れたルーキーやね。いやー強すぎやわ。エセヤカみたいになりたくないな、今のうちに探しな。エセヤカさん今日俺配信見てたんだけどさ、なんか、ひたすらテレビ見ながらもう配信みたいな。いやでもあれもでもやり方の一つだよね。深夜のコンビニバイト。あ、でコンビニもあるんだよ、派遣の あれで、なんだっけな、アプリで。うん。いろいろあるんで、今、日払いで。うん。即日、日払いって。うん。あ、メガホン、ありがとう。そう、意外にあるんで、即日、日払いって。で、タイミーとか、シェアフルとか、ホテルのお皿洗い、あ、多分お皿洗いとかもある、多分。まあ、あれいいよね。あれムーチャミさん、あれれ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 、あれ、ムーチャミさんがまさかの一人暮らしと初めて知りました。だけど安心してください、やれない家臣だから。ロケットなんとなんとなんと、ムーチャミさんからプラチナプラスさんからいただきました。ありがとうベビー、トンチケ、ラスコイ、センキュー。ありがとうね。いや、でもそういう、ね、原点を、ね、ある意味、ね、ムーチャミさんから教わったよね。もちろん、カズマさんとかね、うん、他の仮想配信者の方、俺もそうなんだけど、別に閲覧だけが全てじゃないからね。マンマンベイビー、ムーチャミさん。ありがとう、ムーチャミさん。ありがとうね、ムーチャミさん。Thank you。
ん？何？マンマンベイビー？マンマンベイビー。僕この間フー行ったんですよ。フー。うん。珍しくね。うん。西川口行ったんですよ。10回で終わっちゃった。もう10回こすっただけ。もう10回で。てん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 。あ！ありなくない？十すり。三ペロじゃなくて、十すりでね、十すりで行っちゃいました。なんだこれみたいな。俺、下手くそやなと思いながら、これでお前リピート率 95% みたいな。よく言えたよね。もう完全錆びついてる。うん。ありがとう。中学生。あ、そうや、中学生の方がもっと長いんじゃね？もう悲しくなったよね。うん。嘘でしょ？みたいな。十すりだよ。ああ、まあそんなことはもう置いといて。うん。でも本当、むいちゃみさん本当にね、本当になんかね、すごいいいなんかね、その僕のなんかなんていうのかな、なんか原点というか、僕も別に20人とかだったから、うん。なんかね、その、うん、閲覧じゃねえなって。じゃ、いろいろあるやん。閲覧があって、ランク名の人もいるし、閲覧なくても、ね、日頃の努力で、ね、プラチナだったりとか、いろんな人にね、収益上げてる人に、ね、僕は後者だね。うん。うん。まあちょっといつまでも旬でいるのもちょっとね、もう旬が過ぎちゃったからこうなんだけど、なんか、下手になんか、アカウント撃破するよりは、いいかな、みたいな感じで思いながら、うん。うん。リピート率 95% の家臣で4人の子供ができる。別に、それは別に良くない、別に、それは。それは別に過去の話じゃん、別に。絶対いるよね、なんかこれ、なんか、毎回いるよね、なんかね、毎回、なんか、紹介税で、なんかね、なんか、古くからいるさ、何 ?BBA。大体いるよね。うん、歌詞にやめとけなとかって。もうやれないんだから安心だよ。ああ、いい感じで眠くなってきた。いい感じ。ああ、まあ今月はともう2ヶ月半ですよ。はい。ねえ。クリスマスまでにはもうちょっとなんとかしないとなと思うんだけど、まあいいか。うん。もう最悪究極の裏技があるから。うん。マッチングアプリね。うん。究極の裏技使うからいい。うん、うん、ちょっとあれじゃないの、なんかそのふわっちゅのその炎上もなんかちょっとずつ収まってきてんじゃないの、うん、歌舞伎で歌詞見たぞ、女の子と歩いてたな、誰、小さいぽっちゃりしてる子、誰、
いや、キャリーちゃんじゃないでしょ。まあでもね、皆さんね、本当に本当に、こうやって暑くなったじゃん、今日みたいな感じで。で、ちょっと2日3日間とか、気をつけて、うん、炎上しちゃうから。うん、もう俺はなんかもうそういうの分かるんだよね、なんとなく。あ、嫌な予感するみたいな。あ、気分がちょっとなんか高まっちゃった、みたいな感じで。で、そこが落とし穴だから。気をつけて。うん、昔とでも違うのは、その、ちゃんと断ることができるんだな、みたいな感じでね。でも断るのもでも大事だよね。ね、今日はどうしてもっていう時あるじゃん。ちょっと今違うんだよな、みたいな時とかってない？昔やったら、もう速攻ね、誘われたらね、すぐ行くって、ね、感じなんだけど、断るのも大事だよね。やっぱりね、マジで体調もあんまり良くないし、ね、予定もあるし、ね、夜までさ、まあ、こっからね、寝ながらね、あんたらがスマートフォンいじるのと同じで、ね、アプリで今日どれくらい運んでんのかなとか、ね、そこから電話来たりとかあるんだよ、マジで。在宅ワーク、早く終わってくんないかな。何に誘われてるの？いや、戦闘配信はだって好評じゃん。ただあれ許可取ってないからさ、あれもう怖くてできないよね、下手にね。急に普段来られますかって、それびっくりだよね。でも、いいじゃん、でもああいうのもだって別に、インタビュー形式やもん。無料の露天風呂？無料の露天風呂なんかあるの？ないっすね。全国、今のところ東京だったら550円っすね。統一550円。入浴料。まあ、あんたらはまあ、お風呂に入る発想ないと思うんだけど。いや、でももう突然の誘いとかもね、いや、まだいいのよ。まだ、なんかさ、なんかある程度なんかその予想される人だったらまだいいのよ、全然。それがさ、なんか予定外のさ、なんかさ、マジで？みたいな感じでっていうさ、方のさ、誘いっていうのはさ、マジびっくりしちゃうからさ、ただ今じゃないからな。今日混んでますか？と、何曜日セントビアスメスかの方がまだ自然でいいと思う。いいじゃん、もう。いい感じ。あ、寝れそう。そう、結構こういうの大事だから、明らかもう自分の体力っていうところで限界がね、感じてるから。まあ、ただまた体調よくするけどね。いや、でも。そのメリハリ。
だからそのメンタルクリニック行った時ってなんかそのなんかね、なんとも言えないのよ。なんか現実感がさ、まあただそのさ、ね、あのなんだっけ、安定剤もらいに行くんだけどさ、あ、528Hz 睡眠、ありがとう。現実感がなんかね、現実感が出てくるね。まああなたたちにはわからないだろうね。うつ病の怖さをね。もうちょい続いたらな。またなんかそのなんだっけな、あれ、もう1年経つわ。なんかスポーツやろっかなみたいな言ってもう1年経ちます。もう1年。でもまあ1年経ったけど、まあスポーツもそうなんだけど、あの部屋を掃除しよっかなって思うよ。うまくね、綺麗にね。まあ狭いけど、狭いけど、まあちゃんと綺麗にすれば、まあ別に住むことに関しては別に全然問題ないかなっていう感じかな、俺ね。まあだけど実家でね、あれ、お母さんの面倒とかも見ないといけないから、まあ行き来しながらって感じかな。誠治さんがフワッチのフットサルとか野球やってる。誠治さんね、全然絡みに行けば全然行けるんだけどね。ちょっとなんか今はもう本当にもう自分のペースで、そうだね、自分のペース、大事かなと思うね。なんとかそうだね、ゴールドプラス、あ、ゴールじゃない、ゴールドか、ゴールド、まあただまあ月に本当に10万、難しいんだけどね、10万、月に10万ノルマ。皆さんからしたら安い金額だねって思うかもしんないけど、まあいろいろ考えるよ。いや、スパーリングを切れてないことはやりましたけど、あのボロ負け、みたいな感じですね。この時間は元気でんわ。まあ深夜ね、まあ閲覧関係なしにね、配信すっからね、ブレずに。介入企画、いや、そういうわけにはいかんよ。
ちょっとまだ今月終わんないとな。キング本田から家臣のことをいろいろ聞いたぞ。え、何を聞いたんすか。何を。いや、僕は食器洗いですよ、食器洗い専門。だからワンちゃん先輩に謝罪すればいいかな。デモ取りさせてくれっかな。いや、そんな甘くないよな。そんな甘くないよ。いや、でもめっちゃいい店だよ。僕が言うのもあれやけど、家臣くん、いや、何も頑張ってないよ僕なんて。全然そんな、何も貢献しないよ全然。ただなんか連絡しづらいんだよね。で、今じゃあ働けるかって言ったら働けないからさ、今さ。あ、メンテナーありました。あ、メガホンくん、ありがとう、ありがとう、 Thank you。みたいな感じかな。30日っすね。まあでも講習あるんで、まあ、行けたらまあ1日で終わりかなみたいな感じかな。まあなんとかその1日でね収まるようにしますよ。そう、30日やね。弟がワンライブ？そんなの一切聞いてないけど。どっから出てきた話それ。それ本当にそれ。一時情報だったね。自分今月で免取り2年間免許取れない。うわ、マジで。それ本当にそれ。あ、りんちゃんの娘さんのワンライブ、マジで。ってな感じですね。はい、すいませんでした。お誘い、ご希望に添えず申し訳ございませんでした。まあ、またね、ちょっともうちょいしばらくね落ち着いたらね、フットワーク軽くなるんで、ちょっと今月はって感じですかね。ありがとうね。いやだね、こんな暗い中でね。ありがとうね。また夜中ね。閲覧関係なしで行くからね。無料アイテム集めましょう。お疲れ。
じゃあな。これ、言ったけど、これ髪の毛、これ失敗してないからね、これね。うん、大成功よ、大成功。アンドレ・ザ・ジャイアントじゃないからね。ね。アンドレ・ザ・ジャイアントは、でも、それはでも、すごいネーミングセンスやなって、でもああいう言葉とかって思ってよく出てくるよね。うん、天才だよな、やっぱ配信者ってな。うん、いろんな人な、うん。言葉のチョイスが本当にすごいよね。うん、ごへ、ね、僕、あれだから、ダメだ、もう、ダメこれ。めっちゃどもってんや、みたいなね。そんな感じで、ありがとう。